スティーブン・ウェイン・トールソンは、アメリカ合衆国、サウスカロライナ州、スパータンバーグ出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。メディアによっては、トールソンの表記がある。父親のウェインも、テキサス・レンジャーズなどに所属した元メジャーリーガーである。2005年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから5巡目指名され、7月3日に契約。ルーキー級。 エリザベストンツインズで16試合に出場し、打率。321.2本塁が、8打点、2盗塁だった。7月29日に、A 級、ベロイトスナッパーズへ昇格。31試合に出場し、打率。176.3本塁が、10打点、3盗塁だった。2006年は、A 級ベロイトで47試合に出場し、打率。 287.2本塁が16打点7盗塁だった。6月からルーキー級ガルフコーストリーグツインズでプレー。7月1日に A 級フォートマイヤーズミラクルへ昇格。49試合に出場し、打率。268.4本塁が23打点3盗塁だった。2007年は A 級フォートマイヤーズで132試合に出場し、打率。 285.5本類が35打点27盗塁だった。2008年は A 級ニューブリテンロックキャッツで93試合に出場し打率300.9本類が50打点12盗塁だった。オフの11月19日にツインズとメジャー契約を結び40人枠入りを果たした。2009年3月17日に トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ移動し、AA 級ニューブリテンで開幕を迎えた。AA 級ニューブリテンでは38試合に出場し、打率258.2本塁が13打点6盗塁だった。5月29日にトリプル A 級ロチェスターへ昇格。92試合に出場し、打率270.6本塁が27打点7盗塁だった。 2010年2月1日にウェーバーでオークランドアスレチックスへ移籍した。3月8日にアスレチックスと1年契約に合意し、3月30日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。4月27日にメジャーへ昇格し、4月28日のタンパベイレーズ戦でメジャーデビュー。二類種の守備として途中出場し、二打数無安打だった。 4月30日のトロントブルージェイズ戦でメジャー初安打を記録したが5月4日にトリプル A 級サクラメントへ降格8月13日に最初を浮したこの年は25試合に出場し打率286.1本塁打4打点だった2011年1月19日にリーフとなり1月28日にトリプル A 級サクラメントへ降格した そのまま開幕を迎え、46試合に出場し、打率、274.5本類が、19打点、8盗塁だった。2011年5月29日に、金銭トレードで、サンディエゴパドレスへ移籍した。移籍後は、トリプル A 級ツーソンパドレスで77試合に出場し、打率、276.4本類が、36打点、16盗塁だった。 オフの11月2日に FA となった。2011年11月21日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。2012年はトリプル A 級ノーフォークタイズで開幕を迎え、5月9日にオリオールズとメジャー契約を結んだ。昇格後はサンルイッシュのウィルソン・ベテミーが不審でスタメンを知していたため、サンルイッシュとして先発起用されていたが、 6月12日にトリプル A 級ノーフォークへ降格。6月14日に再昇格。再昇格後は左翼手として先発起用された。6月27日に再びトリプル A 級ノーフォークへ降格した。7月7日に再昇格し、7月26日にトリプル A 級ノーフォークへ降格した。登録枠が拡大された9月1日に再昇格。 この年は29試合に出場し、打率、183.2本類が、6打点1盗塁だった。オフの11月2日に40人枠を外れ、トリプル A 級ノーフォークへ降格し、11月5日に FA となった。2012年11月13日に、シカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2013年は、トリプル A 級。 シャーロットナイツで116試合に出場し、打率288.8本塁打、53打点、14、盗塁だった。10月11日には、ホワイトソックスのマイナーオールスターチームに、ユーティリティープレイヤーとして選出された。オフの11月5日に、FA となった。2013年12月17日にブルージェイズで、マイナー契約を結んだ。 2014年は、トリプル A 級、バッファロー・バイソンズで開幕を迎え、19試合に出場。5月1日にブルージェイズとメジャー契約を結んだ。5月2日、2012年以来2年ぶりに、メジャーの試合に出場。それまでのメジャー通算試合数が54だったが、シーズン通じて109試合に出場した。打率、253.3本塁が、16打点。 三盗塁という成績を記録。守備面では一塁以外の内野と外野を守ったほか、指名打者及び投手としても出場。投手では2試合で脱三振1を記録しており、ユーティリティプレイヤーとしてチームに貢献した。2015年は初めて開幕をメジャーで迎えた。4月25日にリーフとなったが、5月10日にメジャー復帰した。 5月31日に15日間の故障者リスト入りし、7月1日に復帰したが同日、ディーフとなった。ありがとうございます。